川隆久の国際不動産投資成功塾。皆さんこんにちは。市川隆久の国際不動産投資成功塾ナビゲーターの吉川涼子です。この番組は株式会社国際不動産エージェントがお届けしております。市川さんこんにちは。はい、こんにちは。国際不動産エージェント代表の市川隆久です。それでは今日のテーマをもう早速お願いします。はい、はい、本日は YouTube の人気動画から見える不動産投資セミナーの危ない落とし穴について市川さんにお話をしていただければと思います。はい、ちょっとまあ今回は YouTube でもちょっと配信してみようかということで試しで撮ってはいるんですね。で最近やっぱりですね、まあ、ラジオとテレビの比較のように圧倒的に YouTube の方がですね人気があって、僕自身もポッドキャスト前から不安でいろんな人のポッドキャストも聞いたりはするんですけど、やっぱり YouTube をどうしても見るというケースが増えてますと。うちの会社、我が社は YouTube ってどうです？いっぱいやってますよね。今、うん、編集してるでしょ。編集というかサムネイル作ったり。そうですね、いろんな作業をさせていただいています。なんかどうですか、やってて、まあ、楽しいというか苦労というか、どういうところがやっぱり自分が今YouTube に対してポイントかなと思ってますか？やっぱりサムネイルっていうのはすごい重要だなというのは作っていて、サムネイルっていうのは要するに最初に出てくる一枚の絵みたいなやつですね。そうですね。そこのタイトルとか、はい、あと、まあ、そこの画像っていうんですか、画面、これで大体人はそれ見ようかどうか決めるもんね。決めますね。うん、でそのタイトル作りとか画像とか何に写真使うかっていうのも任されてるよね。そうですね、福留さんという方と。そうだよね、はい、だからそういう意味ではですね結構大変なんだけど、まあ、僕らは実は自前でね、うちの会社はどっかの会社にお金出してそのアシストしていただいてるわけではなくて、実は半年前ぐらいからやり始めてて自前でとにかくやってますと。まあ、人気のね YouTuber じゃないですけど、うちのですね副社長の鈴木学氏がですね、そうですね、もうすごいね、もう何回、75回ぐらい、結構もうね、はい、もうまあ毎日ではないけど、まあ、2日に1回ぐらいの勢いで上げてるって感じですよね。だからまあ YouTube っていうのはものすごく浸透しつつあるし、 YouTube っていうのはどういうことになってきたかというと、もともとは個人で何かをやってみたみたいな、でそれをひたすら動画として撮ってあるマニアックな人に見てもらうみたいなところからスタートしたんだけど、今やもうテレビを見る時間よりも YouTube 見る時間の方が僕自身は増えたけど、見ます？結構見ますね、やっぱり YouTube は。それ仕事という意味もあるし、あと趣味的なものもあるしって感じ。そうですね、あとはお料理の動画とかを。料理ね、はい、これはやっぱりそうだよね。そうですね、すごい分かりやすい YouTube の動画とかも多いので、うんうん、そうだよね、はい、プロの方からなんか素人さんの、はいはい、だから本当の実は YouTube のいいところって言ってみればお金かけずに本当のプロが実は結構惜しげもなく教えてるよね。そうですね、うん、だから我々の会社も海外の不動産を、まあ、テーマに扱って、なかなか海外の不動産をちゃんと扱った YouTube ってほとんどないんだよね、実はね。だからそういうものをですね皆さんに分かってもらいたいと。で、もともとでもこのポッドキャストというのももともと音声配信ではあるけども、そういうもの自体の媒体がほとんどなくて、だからそういうところから始めて、これポッドキャスト自体はもう4年ぐらいやってるんだよね。そうですね、そのぐらいになりますよね、うん、そうそうそう、まあ、毎週1回の基本的な配信、まあ、途中ちょっと遅れたりもしたこともあって、回数的に言うとまだ200回行ってないんだけども、でも大体4年近くもうやってますと。そうですね、いう中でね、でも今 YouTube が人気が出てきてて、じゃあ YouTube で不動産セミナーみたいなの、海外不動産セミナーがあるのかっていうと、まあ、うちの会社がオンラインで生で配信したやつを録画に撮って、で後で YouTube にアップしてというやつはあるけど、まあ、1時間ぐらいになっちゃうから、なかなかそれ自体をどんどん見てねっていう感じにはならないと思うし、別に僕は YouTube で、不動産投資セミナーの危ない落とし穴ってことを言ってるわけじゃなくて、特にね YouTube を研究すればするほどやっぱり YouTube で見てもらわなきゃしょうがないので、はい、YouTube のやっぱルールがあって、まあ、YouTube のルールというよりも見てもらいやすくするための、キーワードみたいな、
そうするとですね、例えばやっぱランキング形式のもの、例えばトップ3とかベスト3とか、そういうですねものに関してマット目に行くじゃない。見たくなりますよね。見たくなるね、はい、そのタイトルで、はい、でやっぱりね、そうするとまあ僕の中で言うとね、あの例えばじゃあ不動産投資セミナーでそのランキングとか利回りのランキングとかっていうのは例えばあるとするじゃない。高い、例えば利回りランキングの高いものから紹介していくっていうと、実際高い方がいいと思って皆さん安易にそれを見るかもしれないけど、実際そこに落とし穴っていうものが含まれてるというのは海外の不動産、特にあるあるなんだよね。そうですよね、うん、それはもう海外の不動産の話もしてると思うのでよくわかると思うけど、はいはい、大体、まあ、特に不動産投資で 10% 以上利回りが回る商品というのは、まあ、何らかの理由がありますよですね。それはもちろん地元で、すごく安くて、このぐらいの利回りが回るんだって商品は全然なくはないんだけども、それに対するリスクは何ですかと、それを自分で近くの不動産だったら自分で管理もできるし、自分で見に行くこともできるし、自分で直すこともできるし、そういう意味ではそういうものだったらいいけど、特に海外の不動産になるとやっぱり人にお願いして管理も任せてしまうというケースがほとんどある中で言うと、あまりにも高い利回りとかだと何が想像されるかというと、やっぱ建物がとか、あのやっぱまあボロいというかですね、いろんな意味で手直しのリスクがあったり、あの実際にそのそんなに利回りが回るものが普通に買えるわけがないってやっぱり思っていただきたいという感じもしてね。だから YouTube とかにもし取り上げられて利回りベスト3とかっていうのがもし出たりするようであると、これはこれでちょっと気をつけなきゃいけないとか。そうなんですね、うん、っていうのもあるし、はい、あとはこれがね、なかなかね、日本の不動産と海外の不動産の考え方も違うんだけど、表面利回りというのと実質利回りっていうのがあるのってなんとなくイメージ湧くと思うんだけど、表面利回りってのは単純に、年間の家賃ですよ、年割る買った価格ですわ。だから例えば200万の家賃が入ってきます、2000万で買いました、200万割る2000万だから10% ですね。でこれがだから利回りということでいけば 10%、 表面利回りは 10% になるわけですよ。でそこからただ実際オーナーの手取りということでいくと、まあオーナー手取りということでいくと、例えば持ってることによって税金がかかりますと、とか管理費がかかりますとか、まあそのあたりについて、まず引きますよね、はい、収入で減りますからね。そうですね。でもちろんまだ見ぬ修繕とかっていうのはちょっとまた違った意味でネット利回りには計算されてないケースもあったり、これ別に業界ルールは絶対統一されてるわけじゃないです、全世界統一されてるわけじゃないし、特にその表面利回りとネット利回りも統一されてないんですよ。でこれはね、どういうことかっていうと、まあ都合がいいように表現できちゃうということですね、うん、で特にねアメリカの不動産なんかは表面利回りで 15% ぐらい出る中古の、例えば一戸建てで1000万円そこそこで買えます、でも年間の家賃は、どうだろうな、150万160万ぐらい入ってくるケースはあるんですよ。でそうするとさっきの話じゃないけど160割る1000万だったら 16% じゃないですか。だけどそれでも固定資産税というのはアメリカの場合は州によって違うんだけどものすごく高かったりするんですよ、うん、だからあの固定資産税がどのくらいかというと、年間の支出がさっき言った160万のうち、はい、そうだな70万円とかね、だから月に直すと6万円ぐらい。日本で不動産持ってるイメージとして1000万円ぐらいで買える不動産が年間、うん、あ月間5万円とか6万円とかの固定資産税ってイメージないでしょ。そうですね、うん、だからそこをね、実際にだからもうネット利回りになった瞬間にもう 8% とか 9% になっちゃうわけですよ。でそこからまた経費引かれるから結局 7% とか 6% とか、まあそれでも利回り高い方ではあるんだけども、その残りであとどうやって修繕費用を賄うかとか、そんな話になってくるの でそこら辺の基本がね、分からないようにしてるというか、まあ、統一基準もないし、ある意味売る側からすると、まあ、都合のいいように設定しやすかったりするので、まあ、そんなことを考えるとやっぱりね、その利回りという言葉一つだけでも全然ですね、
状況が違ったりもするわけですよ。でそんなことを考えるとね、やっぱり不動産ってこういうものの YouTube の中に最後の結論だけを見て飛びつくっていうことが、逆に不安だと思った方がいい。逆に、だって何かあると思わないとおかしいよね。で逆今度はじゃあ利回りっていうのを厳密に実際でも売れ筋で言うとね、まあ、ネット利回りで言うと 4%、 アメリカが 3% 以上だったら売れたりもしますから。で日本の不動産となると、でもこれも実際に東京とかの中古の不動産とかを、まあ、マンションとかをね想定した時にネット利回りそうは言っても 4% ぐらいだったら売れたり 3% 台でも売れたりするのかな。これは何でかというと、不動産ってそもそもそのぐらいの利回りでも成り立ちますよ。で借りれる金利がもっと安ければ、実際イールドギャップといってその間のリターンは増えるわけだからっていうようなことなんかを考えたのと、あとはやっぱり将来的に売却するときに値上がりするかどうかっていう、そこまで全部考えなきゃいけないっていうことになって、でこんな話をね、その YouTube のさっきのサムネイルで書けないでしょ。書けないですね。でそれを真面目にじゃあタイトルでもしね書いた場合、読まないよね。そうですね。人はね、はい、これがねなかなかだから難しいので、で特に YouTube で10分ぐらいでこんな話するって話になるとなかなか非常に難しいので、やっぱりあのシリーズものとしてちゃんと一個一個、まあファンになっていただいてというか、ある一定期間ずっと見続けていただいて、やっぱりあのそれでまあ勉強していただいて、で自分の中で理解できた上で投資をする。ということを考えて、なんでねそんな当たり前の話を今してるかというと、結構ねたまたまうまくいった方とか、 あんまり深く考えないでやる方が多いです。それはね、そうだな、まあ、プロじゃないというか、もちろんお金出すわけだからど素人ではいけないんだけど、やっぱりね情報量、特に不動産の場合はいろんな意味での情報量が圧倒的に売る側というか業者側の方が持ってて、一般のお客さんってそんな持ってないんだよね。だからあのうちの会社なんかそこをなんとかね、あのもっとなんていうのかな、えぐるというか、実際にそういうものがわからないようなものをちゃんと伝えたいと思ってるので、そういう意味ではあのこの、まあ、ポッドキャストとかをいっぱいやっているという意味を考えるとですね、やっぱり、まあ、一番から全部聞いていただくというのはなかなかもう160回以上になってるね。そうですね、だから難しいかもしれないけど、でも一定期間はのところはガーッと聞いていただくとか、ちゃんとしたタイトルの話の中で、1回15分ぐらいなのでだいたい聞いていただいてイメージしていただけるようなものになってたりするので、ぜひね今回なんかもそんな形で見ていただきたいし聞いていただきたいというふうに思ってますので、はい、ぜひね、そうですね、そんなことをちょっとアピールするためにも、これをあの YouTube にちょっと上げてみたいなと。これですね、なかなかでもこれ回数、これタイトルどうやってつけるかね、そのあたりね。そうですね、タイトルはちゃんとあるんだけど、やっぱりサムネイルということでまた変わるもんね。変わりますね、もうこれはだけ涼子ちゃんが感じたものをこうあのコピーライターのようにね考えて、まあ、努力していきたいと思ってます、はい、作っていただければいいのかなと。それはあのユーザー目線で考えればいいのかなって感じするからね。そうですね、なんで、まあ、ぜひちょっとそんなことを、ね、言いたかったので、まあ、今回の収録あの後ろを見ていただくとね、はい、ちょっとこういううちの会社の扱うエリア、まあ、ちょっとこれまた違う回でお話しますけどね、また次回にでも、はいはい、という話をちょっとしたいなと思います。はい、ありがとうございました。それではまた次回お会いしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。